福寿草は金峰外科の多年草で、太陽光を浴びて3センチほどの花を咲かせます。晴れの日の午後1時ごろから3時間ほどが見ごろと言われています。高山市乳川町坊方にあるおよそ1500平方メートルの民有地斜面の群生地では、今月初めから花が咲き始め、現在は黄色い絨毯が広がっているように咲いています。 高山市入川支所によりますとことしは不安定な天気が続いたが一斉に咲きだしたということで今月中頃あたりまで楽しめそうだということです。